で声が取れてなかったっていう事件簿が発生しまして、いやーほんとまいったまいったほんと。まあということで今回はまあ G ルートをやっていくわけなんですが、あ思い出した、そういえばあそうだリセットしたから変わってるんだ。本気なのマリ君、まあ好きにすればいい、僕は待ってるよ君の方。あということで、あ来た、こんにちは、大丈夫ですか、リセットするとあいつのセリフ変わるんだった、変わるんだった、そうだ思い出した、まあ、今回は G ルートなんですけども、そのルートに行く条件は、ルートに行く条件なんですけども、
かなかすごい。おい、泣くな。そこをどいてくれればいいんですよ。特徴としてもう一つこの画面が来ます。しかし誰も来なかった。でこの画面が来たらまあ OK になります。これで皆殺し完了です。まあこのステージの皆殺しは完了になります。ようやく来てくれても予定を時間かかった。本当だよ俺の予定がちょっと予定が狂ってしまいました。決意で G ルートの特徴としてはもう何も説明もなく決意だけになります。ではまたスキップします。まあ今撮ったらマトリエが追い出しました。追い出したっていうか地下に追いやったって感じですね。ここは飛行式と全く同じである。怖いな。では行きましょう。次回ですね、ちょっと飛ばそうと思ったら変わってたんですよ。ここ待って、どうしてそんな目で私を見たの。幽霊でも見たような感じ。
私の知らないことを知っている。いや、そんなことはありえない。恐ろしいほどの数字が出ます。マジ、あなた、私をそんなに憎んでいるの？私はあなたを守りたくて、あなたを閉じ込めようとした。でも大きな間違いだったわ。それで守られていたのは外にいるみんなの方だった。まあ、この虐殺者を外に出させないために守っていたのかもしれないですね。わあ、まんま、ごめんよ。俺はやらなくてはいけないんだ。俺はやらなくてはいけないんだ。もう一つのルートのために、また仲良くしてあげるからな。おっと、すまねえ。すまねえ。あ、いない。マジか。あー、くそったれが。まあ実はここね、なんて素敵アイディアって聞けるんですよね。マジか、いない。ちょっとこれはまずいですね。取り忘れが痛い。終わりなき痛み。残念ですね、ここは。実はそこに確か、前一回撮り直し前の時は、なんて素敵なアイディア、日本語の版の声が流れたんですけども、まあ大体非公式と同じような部分でしたね、大体。まあただ、ザッツワンダフォーアイディアが、まあ、なんて素敵なアイディアに変わっただけでした。まあ、詳しくは他の動画をご覧くださいませ。自分は取り忘れのために見れませんでした。おい人間、ここで振り向く。ここでブーブークッションが鳴る。引っかかったな。ブーブークッションを仕掛けておやつ、そこのストーリーは笑っとくだぜ。顔だけでもニコッとしない。あの子の感情を見る目では大事。今は前の術を人それぞれですが、オイラさんの続きの通りつけるとさ、オイラショップ、僕に見張ってろって言われてるんだ。つっても何やってるか人間捕まえるかどうでもいい、いいけどな。でも大人の場合何が人間の人間ハンターだ。ウェイズは奴が来たっぽい。隠れることすらないっていう。僕にいたけどいてもいいけどな。兄ちゃん、人間は見つかったか？本当か？うひゃー。じゃあ仕事が立つんだな。うまくいったな。バカ。でもこれを見る限りなんか G ルートを通しても人間と見なされていないのかね。俺の顔に何かついてるか。何もついてません。率直に言わせてもらうぜ。そういう意味は人間に会うことだから、あ、できればそのまま人間のふりしててもらえると助かるぜ。もうつまり認識はされていませんと。16体残っている。 G ルートはこういう文が流れます。マジで胸ぐそ悪い。まあ、ということで今回はここまでとなります。次回スノーフルやっていきたいと思います。
ではご視聴ありがとうございました。